の女性だったらもうバレンタインにそれでも私と行ってしまうだろうと攻めますね。おお、そして遊佐さんが言うは言ったものの本当に来たら嫌だなっていう顔して見てるからちょっとまた素敵でございます。ということで裏切りチーム、こういうシチュエーションですよ。こういうシチュエーションです。うちは分かりやすい文字情報と絵情報が両方あります。表現方法も裏切ってますからね。ある意味こうテロップまで出ちゃったみたいな状況ですね。そうですそうですね。ということで正解おめでとうございまーす。では続いていかせていただきます。では使用人チームなんですがまずトッチさんのお答えなんですが、はい、すいません、トッチさん、いやあのですね、もう今フィリップから顔を出せない状況なんですけれども、まあ小野くんといえばなんかイカが好きだっていうのをちょっと聞いたことがあるような気がしたので、どこで、まあ、全く今の全く嘘なんですよ。実は僕は問題の趣旨を勘違いして僕が好きなもの書いちゃって、あ、そうだ、予想じゃなくて僕が好きなものを書いちゃったんですよね。本当は申し訳ありません、はい、当たってればいいなーなんて、結果的にはね、はい、当たってるかもしれませんから、当たってるよねっていうそのキャラクターそのキャラクターの当たってるよねが若干腹立ちますね。腹立ちますね。本当すいません。あー、なるほど。確かにラジオの時おっしゃってました。あ、本当、はい、僕はイカが好きだって。そうなんです、はい、だけどそれをここでバレンタインという単語からイカを思い出すのは相当アバンギャルドな、はい、まあでも近いところあるかもしれない。近いことあるんですか。はい、じゃあそれでは予想された小野さんの脳内はイカなのか見せていただきましょう。どうぞ。イカであれ。心のこもった手紙です。あ、近くないじゃん、イカに書いた白いから。ああ、まあ、小野くんが若干嘘をついてる。封筒が白いから、ね、いや、あとね、はい、トチさんそんなにふざけないかなぁ。いやいや、そしたらイカの三段活用してきましたね。まさかのドシュールっていう、ドシュール予想の斜め上をかなり、これは今日かなり厳しい、もう一問もないです。せっかく一問もないです、はい、せっかくね、あの一生懸命考えたんですけど残念ながらここは不正解でございました、はい、でもまだ続きますから、はい、さあ次行こう行きましょう。さあそしてインドチームですが、はい、インドチームまず安本さんなんですが、いつもより短めのスカートの自分でジョーアギャジョーアギャ、はい、貸し付きます。基本的にはなんか肉弾が好きな人が多いんですか、このクロスチーム。そうですね、フィジカルコンタクトばっかりする今これ。そうですね、フィジカルコンタクトじゃなかったらイカですからねじゃあそれでは、これに対して立花さん、すいません先ほどから何度も失礼しました。立花さんの、脳内はどうなっているのか、どうですか、このお答え見てまずどう思いました。いいんじゃないですかね、だってロマンチストなんですよ、シンドスって結構。ほうほう、だからイベントこととか大事にしそうで、こういう頑張りとかしそうな気がするんですよ単に私じゃなくていつもより短めのスカートが、ちょっと分かるねみたいな、はいはいはい、このところがあると思うんですよ僕、彼にはちょっと深読みしたかもしれないですけど、はい、さ、今のコメントを聞かれてどう思われました。大丈夫です、心は通じてます。これ通じる大丈夫です。さあ通じているという逆にびっくりしてきたでは出していただきましょう、お願いします。首はすごい早くブーって言いましたね今ね。ちょっと待って、細い字を見て、で、上上げやそこだけじゃん。正解ですね。合ってる合ってる、正解です。細い、これこの首はちょっと理子解釈できますよね。はい、あの自分に、おい、ユーつけちゃいなよなのか、ユーつけさせろよなのか。ユーつけさせろよの方です。つけさせろ、あそっちつけさせろの方ですね、はい、引っ張りたい方ですね。ガッチャウ系の方ですか。堂々女だったら女王様宣言ってことですよね。そうですね、そっちもいいですね。ああ、すいません、そんな怖い目で S の目で見ないでくださいすっごいこう、すっごい、おお目力の無駄遣いで残念ながらクイズ的に不正解でございました。悲しいです。そして最後のチームいきたいと思います、お二人のこの答えが、どちらか当たっていればこのチームは正解と、ちょっと有利な条件なんですが、はい、そしてもうここまでいっぱい出ている私という答えが、はい、諏訪部さんの脳内に浮かんだるじゃないかという、来たね来たね、これも諏訪部さんというよりも、はい、僕が欲しい言葉ですね私っていうふうに女子に言われたい、言われて、言われたことはない、ない。あー、でもそれ諏訪部さんが言ってくれるんですよ、もしそうなとしたら、現実になったとするとこの話まあ固まりますよね、まあ固まるよ。あ、そう考えたくなかった事実でしょ、それ。そうですね、そうなります。まあ貴重なものですからね貴重は貴重貴重は間違いないと思いますけど、いい仕事するよさあこの堂々たる自信はどこから来るんでしょうか、はい、続いて、こういうクイズに杉山さんに参加していただくことが申し訳ない気持ちすらしますが、杉山さんのお答えが、なんかちっとも面白くない答えなんですけど、いいんです、そういうことじゃない
大丈夫。大丈夫なんです。大丈夫です。のんちゃん、オッケー。すいません。はい。そうですね、最近、ソベさんとちょいちょい、そうですね。コメントでご一緒するときに、はいはい、着物を着てらっしゃることが多かったので、はい、きっと、はい、女性だったら、着物をきれいに着こなして、さらに、こう、相手にも着物をあげるんじゃないかなと。ああ。はい。すごい杉山さんと話してると心が洗われるようです。ありがとうございます。なるほど。ありがとうございます。さすがよくわかってらっしゃるお二人とも、ね。はい。さあ、それに対して、諏訪部さんは一体どんな脳内を持っていらっしゃったのか、どうぞ。いますよ、でで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 。あたたおお前はもう愛してるみたいな。そんな体でお願いします。このチームゼロから増やす気ないぞ。大丈夫か。ってことで、見事正解だったのは、結局裏切りチームのみでございましたね。おめでとうございます。これ30、これ20点しかもらえないのこれ。まあ一応20点ということにここはなってますね。はい。あの、ね、20回って言って50点もらった。すいません。どうかしてないかこれ。わかります。じゃあなんか軽く流すな。今いろいろ考えたんですけども、そろそろですね、時間の方もだいぶ押してきております。次の問題に行きたいと思いますが、続いてのですね、問題は、はい、橘さん、鈴木さん、日野さん、小野さんが、相方の答えを予想して書いていただきます。で、死神チームは、さっきの諏訪部さんがあまりにアバンギャルドだったんで、杉山さんにぜひ書いていただきたいと。なるほど。了解です。はい、思います。ということで、諏訪部さんと福山さんのお二人で当てていただきたいと思います。はいはい、で、今回も見事答えが一緒だった場合は、20ポイント差し上げたいと思いますんで、はい。はい。それでは考えていただきましょう。どうぞ、あ、ごめんなさい、問題でした。問題を、何問題を。何？すげえ間違えた。それを当てるのね。失礼いたしました。